皆様こんにちは。小金井市長の西岡慎一郎です。日頃より小金井市の平和推進事業につきましてご理解ご協力をいただいておりますことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。小金井市では核兵器廃絶と世界の恒久平和を願い、昭和57年に小金井市非核平和都市宣言を行い、平和推進事業に取り組んでまいりました。そして平成26年12月18日には小金井平和の日条例を定めました。これは戦後長い年月が経つにつれ、戦争の悲惨さが語り継がれる機会が少なくなっていることから、戦争の記憶が風化してしまうことを懸念し定めたものであります。戦争の悲惨さを深く知らされた昭和20年3月10日の東京大空襲にちなみ、3月10日を小金井平和の日と定め、その日を中心として平和意識の高揚を図るために記念行事を実施することを定めております。今年度の記念行事につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から宮地楽器ホールでの開催を残念ながら見送ることとなりました。昨年度に続いてのこととなり、誠に残念であります。本来であれば宮地楽器ホールにおきまして平和作文コンクールの表彰式および受賞作品の朗読、また平和音楽会を取り行う予定となっておりましたけれども、今年度はホームページ上で受賞作品を掲載するとともに、小金井市観光大使を務めていただいているエバリーさんからのメッセージと演奏の動画をオンラインで配信させていただくこととなりまして、記念行事に変えさせていただきたいと存じます。まずたくさんの応募をいただきました平和作文コンクールについてであります。ご応募いただいた皆様本当にありがとうございます。その中から小学生の部、中学生の部からそれぞれ2点、合計4点の作品を選出させていただきました。どれもが大変に素晴らしい作品となっておりますので、ぜひホームページに掲載された平和作文集をお読みいただきたいと思います。そしてその作文に込められた子どもたちの平和への強い思いを知ることで、命の尊さや平和の大切さについて改めて考えていただきたいと存じます。また大変貴重な動画をいただきましたエバリーの皆様ありがとうございます。こちらは小金井市出身の方が中心となって結成されたとても素敵な音楽グループです。小金井市観光大使をお願いしているグループでもあります。エバリーさんはクラシックやジャズ、ポップスの要素を含んだ幅広い音楽により、年代を問わずに大変支持されているグループです。私も大好きです。私もファンの一人です。今年度は残念ながら生の演奏を市民の皆様方に聞いていただくことは叶いませんでしたけれども、どうか動画をご覧ください。そして楽しい音楽を通じて平和の尊さ、ありがたさを実感していただければ幸いであります。昨年は戦後75年という節目の年でありました。私からも視聴メッセージを配信させていただきました。昨年は新型コロナウイルスの影響により、小金井市でも平和映画会や被爆地広島への市民派遣事業である平和行事参加の旅、戦争を体験された方からの講話などの数多くの平和推進事業が残念ながら中止となってしまいました。その中で小金井平和の日記念行事を開催し、少しでも市民の皆様に平和の大切さを感じていただきたい、一緒に平和に向けて取り組んでいく思いを共有させていただきたいということで、検討させていただきまして、ホームページ上で開催することといたしました。
どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。これからも平和への取り組みは継続して実施していくことが最も大切なことです。その取り組みが市民の皆様の平和意識の向上につながり、今日のこの平和が未来の子どもたちへしっかりと引き継がれていくことを強く願いまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。